金子孫次郎は、幕末の水戸藩の軍奉行である。尊王攘夷派氏。水戸藩士、川瀬和徳の第二子として生まれ、水戸藩士、金子孫三郎義久の養子となった。はじめ小普請組となる。文政12年、水戸藩主継子問題が起こると、父、和徳らと共に、徳川斉昭を擁立した。斉昭が藩主になると、その下で鉾を目付け、吟味役、奥右筆を経て、軍奉行となった。弘化元年、天保の改革推進中の斉昭が、隠居謹慎の幕命を受けると、節縁運動に奔走して、禁錮刑に処せられた。斉昭が政界復帰を果たすと、それと共に、孫次郎も復帰し、再び軍奉行となって、安政の改革を進めた。民政に手腕を発揮し、軍奉行、吉成信貞らと共に、徳川斉昭を助けた。安政5年に、勅書問題が起こると、勅書返納に反対して奔走したが失敗に終わった。翌6年に、安政の大獄が起こると、かねてから計画していた、大老、井伊直弼擁撃を企て、高橋太一郎、関哲之助らと共に合藩して、江戸や京都に潜伏し、安政7年3月3日、桜田門外の変を起こすに至った。孫次郎自身は直接参加しなかったが、成功の知らせを受けて、佐藤鉄三郎、薩摩藩士、有村祐介と共に、大阪で護教を図ろうとしたが、伏見で捕らえられ、江戸に送られて残罪に処せられた。明治維新後、正四位を贈位される。靖国神社合祀。ありがとうございます。